めっちゃいいじゃんこれ。しょ、やっぱ固定ギアだこれ。ハンドルとこのグリップの相性が抜群これ。皆さん僕の言葉で自転車を想像してください。めっちゃいいよこれ。よいしょよいしょ。いやー固定ギアいいよこれ。お客さんにはフリーギアで納車してくれって言われたんですけど、固定ギアにしてきます。やっぱね油断できないよね。これはいいわ、完璧です。あ、どうも L1 サイクルです。オールシティのビッグブロックの完成、カスタム完成したんでそれを紹介します。悪魔のチューニング、悪魔のチューナー、北見サイクル、ワンガミットライトです。ちょっとね、このネタついてこれない人はYouTube でやってるんで見てください。これやばいでしょ。これビッグブロックもほぼ原型がない、あるけど変えたのはスポークをシルバーからブラックに変えて、あとヘッドセットパープル、あとハンドル早く近寄ってくれと、あとグリップがいいわこれ、グリップがいい。あとステムとシートポストも変えたでしょ。ブレーキキャリパーノーマル、チェーンも買いました。 HKK のベロテックス、あとフリーギアもつけたでしょ。ペダルも魔改造したでしょ。タイヤも変えたでしょ。もうよくわかんないです。とりあえず結構改造しました。今ビッグブロックね、国内在庫あるんですよ。だから、まあ、フレーム使って中古の部品使ってこんな感じでいけるんじゃないですかね。これいいわ。あ、ちょっとこれグリップ修正しよう。これなんか出てきた、縮んできた、なんかグリップが、この ESI のグリップがこれ最強ですよ。これスポンジグリップいいわ。これバイトリーダー桜井さんの街中最速のピストギアにもこれつけたんですけど、これいいわ。これもうエレファントサイクル、うわこのグランコンペのブレーキもいいわ。ZRX1200、 しかも FCR のキャブついてますね。まあいい、今自転車で、あと日線シムワークスの日線ケーブルです。ハンドルはお客さんが前なんだっけ、キャノンデールのハンドル交換した動画のついてたハンドルをつけました。ハンデサイドを3センチカットして、すっごいいい感じになってますこれ。これ前荷重いけるからスキッとしやすいですよ。あとヘッドセットダイヤコンペのパープル、なんかこれねもう廃盤になってるっぽかったんですよ。なんかちょっと別で探して探しました。あとこれね、ホイールをシルバーのスポークとニップルからブラックのスポークにしてシルバーのニップルにしました。これ DT スイスのスポークと DT スイスのニップルです。でタイヤがグラベルキングの700の 32C SK ね、あのブロックの、まあ、合わせてこれ本当はねしたくなかったんですけど、もうやっちゃえと思ってパープルにしました。ここねパープルにするかゴールドにするか悩んだんですけど、やっちまえと思ってもう方程式通りやりました。でフロントハブが105のクイックなので、車積む時に車輪外せます、簡単に。まあ、輪行しないでしょこれは。ダイヤコンペのこのねストッパー、オールシティとかスチームローラーサーリーのは 28.6 になります。結構ねはめるとききついんですけどね、ここペンチで曲げながらやると意外とスムーズにいけます。つけるときはケーブルをまず外した状態にして、このストッパーをつけです、で仮止めしてケーブルをつけていくと簡単につけます。いやーこれすっごい、これ悪魔のチューナーですよこれ。悪魔のチューニング、もともとあったらシルバーとパープルの組み合わせから、その横のこれだけ取り出してブラックに取り付けします。チェーンリングがいいですね。 PCD144 男前クランクです。46の後ろが17ですね。固定にします。お客さんはね、ちょっと固定怖いからフリーギアにしてくれって言われたんですけど、
納車するときは一回やっぱねフリーギアを体験してもらって、あ、榎本さん意外と、榎本さんとバイトリーダー桜井さん意外と難しい乗ってるなと思わせときながら、やっぱそのね一応不便を楽しんでもらってもらいます。なんかな、ステム・トムソンでしょ、サドルノーマルです、シートポストがトムソン、セットバック、確かギリギリこの方がセットバックいけたのでセットバックにしました。もうちょっと避けるかも、そんなもんかな。いや、かっこいいよこれ。まあいくらかかったかちょっと言えないですけど、かっこいい、グリップがいいわこれ、こんだけカスタムしてグリップがいい。これちょっとなんかマークがあれだな、直そうか。フレームが今結構値段が上がってて、ないくらぐらいだろう、ちょっと座ろう座ろう。今日ナイキです。でもこんな感じにしてくれって言われたらちょっとあんま金額には見ようかな。まあ20万は超えますね、はい、だって完成車が25万円ですからね今ね買うと。そうだな、完成車もうでも在庫がないんですよ、モトクロスインターナショナルで。だからまあグランピーさんが在庫持ってるからグランピーで買ってここに持ち込んでカスタムしてもいいし、あと乗った感想ですけど、やっぱりシマノのこのブレーキに比べたらちょっとこのふにゃっとする感じがあります。これ何かというとやっぱキャリパー側の剛性がないからそれでふにゃっとするみたいですね。まあその辺はこの自転車にこだわってもしょうがないんで。いやー、かっこいいな。まあガシガシ乗ってもらえればいいと思います。はい、まあ、当店あのオールシティ得意なんでぜひお任せください。オールシティのことはちょっとで定位置戻ります。ということでオールシティのビッグロックカスタム完成します。今日ね金曜日ね、2月17日、今日マイケルジョーダンの誕生日ですよ、はい、明日土日雨なのでもうちょっと今日撮っちゃいと思って動画撮りました、はい、これ明日お客さん来るまではお店の中で見れるので、もしあの気になる方はご来店してみてください。はい、じゃあ以上です。オールシティのビッグブロックのカスタムの紹介でした。じゃあ終わりまーす。よいしょ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 。狭い店が狭いか。